私は手記という。私のことを孔子先生や孟子先生と同様に手子と呼ぶ人もいるようだ。どう呼ばれようと私は私だ。ところで私の時代である宋の時代には儒学が王朝公認の学問、すなわち漢学となって以来1000年以上が経っている。そのため儒学は古典の軸の解釈ばかりにとらわれるようになってしまった。その間に中国では道教や仏教がこの現実を超えた世界について語り、人々の人気を集めている。一方、儒学が扱うのは人間の現実の生活にほぼ限られている。しかし孔子先生や孟子先生のような偉い人がこの世界の本質などについて考えていないはずはない。きっと古典にはそのような教えが隠されているはずだ。そこで私は古典を読み直すことによって儒学を新しく解釈した。それについてお話しすることにしよう。まずこの世界は理と気という2つのものから成立している。理というのは万物の本質であり、気というのは世界を成立させる物質的なものだ。物質的な気が集まって個々のものができて、それに理が宿ってそれぞれが何であるかを決めている。もちろん人間もこの物質的な気と本質を決める理によってできており、そして人間の本質である性は理なのだ。したがって性即理である。理は善であるから当然人間の性も善なのだ。一方人間の心には情がある。物質的な気がこの情に働くことで欲を生み出す。こうして様々な問題が起こることになるのだ。これを防ぐためには何事においても精神統一をし、物事の理を学んで極める必要がある。これを虚形球理という。理については古典である四書五経に書かれている。これらをしっかり読むことだ。こうして自分の周りの理について学べば、自分自身の理についても悟る瞬間が必ずやってくる。ところで私のことを体制べったりの学者だと思っている者がいるらしいが、私は長い間事実上官職にはつかず研究を続け、その後も皇帝に仕えたのはほんのわずかな期間で、むしろ弾圧さえされたのだよ。少年を卑しく学なりがたしとな。私はそんなことを言った覚えもないし書いた覚えもないな。人間はすぐ年を取ってしまうが、学問を収めるのは難しい。したがって日々精進して学ぶべきであるというのだな。まあ確かに言われてみれば私の言いそうなことではあるな。月先生は12世紀中国の南宋時代の儒学者です。性即理の立場から虚形球理を解き、その後の中国王朝や朝鮮王朝、そして日本で漢学化される朱子学を大成しました。